皆様大変お待たせいたしました。ただいまより会見を始めさせていただきます。本日の会見の司会を務めさせていただきます、ボックスグローバルジャパンの黒田でございます。本日はよろしくお願いいたします。外部専門家による再発防止特別チームは、本日株式会社ジャニーズ事務所の創業者である故ジャニー喜多川氏による性加害に関する調査報告書を提出いたしました。本日は特別チームから調査報告書の内容についてご説明を差し上げ、その後に皆様からのご質問にお答えいたします。1時間強のお時間を、ご質問に設けておりますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは外部専門家による再発防止特別チームのご紹介をさせていただきます。中央より座長の林誠でございます。皆様から向かって左手が飛鳥井望でございます。同じく向かって右手が斉藤あずさでございます。それでは林座長、よろしくお願いいたします。はい、本日再発防止特別チームはジャニーズ事務所に対しまして、ジャニーズ喜多川氏の性加害問題に関する調査報告書を提出いたしました。ただいまから特別チームからこの調査報告書の概要についてまずご説明をさせていただきます。まず本件調査の概要について説明いたします。お手元にありますこの調査報告書の2ページをご覧ください。本件調査は本件、本年の5月26日から約3ヶ月間実施をいたしました。調査の内容といたしましては、関係者のヒアリング、あるいは関係書類の精査等でございます。被害者およびジャニーズ事務所関係者ら41名の方々に対しましてヒアリングを行いました。特別チームは性加害の被害申告をしてもらうために専用窓口を設置いたしまして、またジャニーズ事務所が別途設置していた心のケア相談窓口との連携も行いました。本件の事実関係についてご説明いたします。まずジャニー氏が行った性加害の事実について説明いたします。報告書の19ページをご覧ください。特別チームは21名の被害者の方々のヒアリングを実施いたしまして、どのような性加害を受けたのか、をお聞きいたしました。被害者の方々がお話しした性加害の事実につきましては、この19ページから21ページにかけて記載してございます。これらのヒアリング結果を踏まえまして、特別チームは、ジャニー氏が自宅や合宿所や、また公演先の宿泊ホテル等におきまして、ジャニーズジュニアを含む多数の未成年者、に対し一緒に入浴したり、同勤をしたり、キスをしたり、体を愛撫したり、また性器をもてあそび、口腔性交を行ったり、あるいは肛門性交を強要するなどの性加害を行っていたことを認めました。この性加害の特徴といたしまして、ジャニー氏は古くは1950年代や60年代に性加害を行っていたことが認められ、それ以降まんべんなく性加害を繰り返しており、ジャニーズ事務所におきましては1970年代前半から2010年代半ばまでの長期間にわたりまして、多数のジャニーズジュニアに対し広範に性加害を繰り返していたことが認められました。
一方、ジャニーズ Jr. の間では、ジャニー氏から性加害を受ければ優遇され、これをこまめま、冷遇されてしまうという認識が広がっていたという供述が得られました。一連の性加害は、ジャニー氏がこういった被害者の心情につけ込んで行っていたものと評価しております。では次に性加害の影響についてのご説明させていただきます。24ページをご覧ください。被害者のヒアリングでは性加害で、被害を受けた方のヒアリングでは性加害を受けたことでどのような影響があったかもお聞きをいたしました。性加害の影響についてその24ページから書かれております。性加害の影響として、さまざまな状況で被害の場面がフラッシュバックする。似たような男性など、被害を思い出させる人物や事物を避けるといった典型的なトラウマの反応。そして、性機能不全、性依存、自己否定感、うつ病など、さまざまな深刻な影響が生じております。次に、性加害の認識に関する点につきまして26ページをご覧ください。ジャニー氏の性加害についてメリー氏やジュリー氏がどのような認識であったのかについて、記載しております。まずメリー氏につきましては、1960年代前半にはジャニー氏の性嗜好異常を認識していたとするのが蓋然性の高い事実であり、メリー氏はジャニー氏の性加害について認識しつつ、ジャニーズ事務所を守るためにあえてジャニー氏の性加害の事実について積極的な調査をせずに隠蔽していたと考えております。ジュリー氏につきましては、いわゆる暴露本の出版や週刊文春の特集記事を認識していたことなどに照らせば、ジャニー氏によるジャニーズジュニアに対する性加害の疑惑について認識していたと認められますが、性加害の事実を調査するなどの積極的な対応はしていませんでした。報告書の29ページからですけれども、ジャニーズ事務所の対応について記載をしております。ジャニー氏の性加害に対するジャニーズ事務所の対応について記載していますが、1960年代の新芸能学院訴訟、1980年代以降の暴露本の出版、1999年の週刊文春の特集記事とそれに対する訴訟における敗訴、2022年の BBC の取材など、これまでジャニー氏の性加害は繰り返し問題とされてきたにもかかわらず、ジャニー氏による性加害についての事実調査などの適切な対応がなされなかったことが認められます。それでは次に本事案の原因についてご説明をいたします。報告書の42ページをご覧ください。ジャニー氏が20歳頃から80歳半ばまでの間、思春期少年に対する性加害を間断なく頻繁かつ常習的に繰り返していた事実から、ジャニー氏には顕著な性嗜好異常、いわゆるパラフィリアが存在していたものと認めます。ジャニーズジュニアに対して長年にわたり広範に行われた性加害の根本原因は、ジャニー氏の個人的性癖としての性嗜好異常に他ならないと考えております。続いて43ページをご覧ください。次にメリー氏による放置と隠蔽も大きな原因と考えています。メリー氏は遅くとも1960年代前半にはジャニー氏の性嗜好異常を認識していた蓋然性が高いと考えています。メリー氏はジャニー氏の性嗜好異常による少年たちへの性加害が続いていることを知りながらも、ジャニー氏の行動を止めるのを断念し、結果として放置する形になり、外部に対してはジャニー氏を守りきるために徹底的な隠蔽を図ってきたものと考えられ、このようなメリー氏の行為が被害の拡大を招いたと考えております。続いて44ページをご覧ください。さらにジャニーズ事務所の不作為についても原因として指摘できます。
ジャニー氏による所属タレントへの性加害は1970年代にはすでに芸能界では周知の事実として広く知られていたであろうことと、1980年代に被害を訴えたジャニーズジュニアに対する事務所スタッフの対応から、ジャニーズ事務所にも概括的には認識されていたと考えるのが合理的であります。それにもかかわらず、ジャニーズ事務所が見て見ぬふりに周知していたことなどが被害の拡大を招いた大きな要因となったものと考えられます。以上に加え、本事案の原因として一方的な強者弱者の権力勾配のある関係性の下での未成年者に対する同性による性加害が行われ、拒めば不利になるという子どもたちの心理につけ込んだ性加害であったことが被害の潜在化と拡大を招いたことも指摘しております。続いて47ページをご覧ください。こちらに本事案の背景事情を記載しております。まずジャニーズ事務所は典型的な同族経営の会社であり、創業者たる経営者による違法行為等が行われた場合には誰もそれを止めることができないという同族経営の弊害が顕在化した状況であったことが背景事情にあると考えております。次いで48ページをご覧ください。次にジャニーズジュニアのずさんな管理体制からジャニーズジュニアがジャニー氏やジャニーズ事務所に対して圧倒的に弱い立場であったこと、ジャニーズ事務所において立場の弱い少年たちの人権を尊重しようという意識が希薄であったことなどが性加害の発生と継続を許す一因になった可能性があることを指摘しております。次にガバナンスの脆弱性について説明をします。具体的にはジャニーズ事務所において取締役会の機能不全、各取締役の監視・監督義務の懈怠、内部監査部門の不存在、内部通報制度や研修の不十分さといったようなことを指摘しております。続いて52ページをご覧ください。最後に背景事情としまして、マスメディアがジャニー氏の性加害について沈黙していたことから、ジャニーズ事務所が自助の能力を発揮することなく、その隠蔽体質を強化していったことに言及をしております。次いで53ページですけれども、エンターテインメント業界の問題点として、こういった性加害、あるいはセクシャルハラスメントが生じやすい土壌といったものがあるということについて、言及しております。次に再発防止策について説明をさせていただきます。報告書の55ページ以下でございます。特別チームにおきましては、被害者のヒアリングを実施した際に被害者の方々にジャニーズ事務所に対してはどのような再発防止策を取るべきと考えているかをお尋ねいたしました。被害者の方々が提案した再発防止策につきましては報告書の56ページ以下に記載してございます。これをご覧いただきますと分かりますように、被害者の方々に数多くのご提案をいただきました。特別チームとしてはこれらの被害者の声を真摯に受け止めて、それを生かした再発防止策を作るように努めたところでございます。まず56ページのところで、ジャニーズ事務所が取るべき対応法というものを記載してございます。まず特別チームがまずジャニーズ事務所が取るべき対応として考えましたのは、ジャニーズ事務所は組織としてジャニー氏の性加害が事実であることを認め、真摯に謝罪することが不可欠であるということを述べております。その上で速やかに被害者と対話を開始して、その救済に乗り出すべきであるということをここに記載しております。特別チームはこの謝罪と救済、これなくしては
このジャニーズ事務所が今後再生を図ることは難しいと考えています。次にその具体的な 再発防止策の一つであります被害者救済措置制度、この提言について説明をいたします。報告書の59ページをご覧ください。現在ビジネスと人権ということが重要となってクローズアップされておりますけれども、このビジネスと人権に関する指導原則においては人権侵害を起こした企業は被害者に対して救済を提供すべきとされております。今回多数のジャニーズジュニアがジャニー氏から性加害を受けておりまして、ジャニーズ事務所においては直ちにこのジャニー氏のによる性加害の被害者に対しまして被害回復のための適切な保障をする被害者救済措置制度を自ら構築して、性加害の被害を受けた被害者との対話を速やかに回復し、適切な保障を行っていく必要があると考えます。具体的な被害者救済措置制度を構築する、どのように構築するかは今後ジャニーズ事務所が検討することになるわけでございますが、特別チームとしてはあえて次の4点について、ここで、提言をしております。59ページ、をご覧ください。まず被害者救済措置制度を構築するにあたりましては、被害者救済の公正中立を図るために補償についての知見と経験を有する外部の専門家からなる被害者救済委員会、これは仮称でございますが被害者救済委員会を設置して、この委員会が被害者の申告を検討して補償の要否、金額等を判断し、必要に応じて不服申し立ての処理ができるようにすべきであると提言しております。2点目といたしましては、この補償の金額等を判断するにあたりましては、あらかじめこの種の補償に関して知見と経験を有する外部専門家から意見を聴取した上で客観的な判断基準というものを策定しておくべきであるということを提言しております。それから3点目といたしましては、本件の性加害が密室で行われておりまして客観的な証拠が残りにくい性質のものである上に、加害者のジャニー氏はすでに亡くなっているということを考えますと、本件のこの救済措置制度の運用にあたっては被害者の側に対してこの性加害があったことの事実認定につきまして法律上の厳格な証明を求めるべきではないと提言しております。さらに4点目といたしましては、ジャニー氏の性加害はかなり以前から行われておりまして民法上の消滅事項が成立していることも考えられるわけでございますが、被害者の真の救済を図るためにはすでに事項が成立しているというものにつきましても救済措置の対象とすべきであることを提言しています。これらの救済措置制度、現状におきましては、ジャニー氏から性加害を受けたという被害を自ら申告することを躊躇している被害者も多いわけでございますので、多くの被害者が安心してこの被害申告をして、この適切な保障を得られるようにするために、ジャニーズ事務所としてましては、新たに構築するこの被害者救済措置制度を対外的に広く公表するとともに、被害を申告をしても被害者の情報は必ず守られ安心して利用できる制度であることを確保した上でその旨を説明して、未だ名乗りを上げていない被害者が被害者救済措置制度を利用しやすいようにして被害者を今後広く救済すべき、できるようにすべきであると考えています。次に
報告書のやはり59ページから始まります人権方針の策定と実施について説明いたします。ジャニー氏の性加害はジャニーズ事務所におきまして子どもの人権を擁護するという意識が希薄であった、そのことが背景になっていると考えます。ジャニーズ事務所はビジネスと人権に関する指導原則に従いまして今後国際的に見ても他の企業の模範ともなるべきのような人権方針を作成した上でそれを国内外に公表し今後はその人権方針を遵守して二度とこの少年に対する性加害をはじめとする人権侵害を行わないということを明確に表明すべきであると考えています。この人権方針、60ページに記載がございますがこの人権方針というのは、この60ページの上段に書かれてありますが、今このビジネスと人権に関する人権指導原則におきましては企業が人権尊重する責任を定着するためのさせるための基礎といたしました。人権方針の声明を通してこの責任を果たすためのコミットメントを表明すべきであるこうされておりますのでこの指導原則で定められているこの人権方針をジャニーズ事務所においても早急に策定すべきであるという提言でございます。次に、報告書61ページをご覧ください。研修の充実でございます。研修を充実させることによって、社員らの意識改革を図るということは非常に重要であると考えておりまして、一つには人権尊重に関する研修、二つ目には性加害の問題に関する研修、三つ目にはハラスメントに関する研修、そして四つ目に、ジャニーズ事務所のタレントやジャニーズジュニアに対する研修、これらを提言しております。次の提言といたしまして、ガバナンスの強化がございます。これが報告書の62ページをご覧ください。まず、その1は、63ページにございますが、ジュリー氏の代表取締役社長の辞任、それによる同族経営の弊害の防止でございます。ジャニーズ事務所の、現在の代表取締役社長であるジュリー氏は取締役就任時にはジャニー氏の性加害の疑惑これを認識していたと認められます。それにもかかわらず、ジュリー氏はジャニー氏が存命中、これは取締役ではあったわけでございますが、その当時はもちろん、自身がジャニーズ事務所の代表取締役社長に就任した以降ですが、この性加害、ジャニー氏の性加害の事実というのを積極的に調査することなく、適切な対応を行い、取締役としての任務を決定したと認められます。また、ジュリー氏は、ジャニー氏の性加害の事実というものを、公に認めてなかったために、ジャニーズ事務所は、ジュリー氏の体制になってからも、この性加害の事実は存在しないという立場を取り続け、また、最近の2023に入ってもなお性加害の事実については曖昧な態度を維持していたところであります。ジュリー氏が経営のトップのままでは今後、社員役職員の意識を根底から変えてこのジャニーズ事務所が再出発することは極めて困難であると私たちは考えます。従いましてこのジャニー氏の性加害の事実をめぐる対応について、ジュリー氏において取締役としての任務の懈怠があったということも踏まえまして、
今後ジャニーズ事務所が解体的な出直しをするためには、経営トップである代表取締役社長を交代する必要がある、このように考える次第でございます。でそこでジュリー氏の代表取締役社長の辞任を求めるとともに、それによりましてこれまでジャニーズ事務所におけるガバナンス不全の最大の原因の一つでありました、この同族経営による弊害というものも防止しうることになると考えています。ガバナンスの強化といたしましては、これ以外にも取締役会の活性化、社外取締役の活用、内部監査室の設置、基本的な社内規定の整備、また内部通報制度の活性化などがを提言しております。そして今回特別チームが提言した再発防止策の一つとして、CCO チーフコンプライアンスオフィサーの設置を提言しているものでございます。これは報告書の65ページをご覧ください。65ページの7、 CCO の設置というところでございます。先ほど説明いたしました、人権方針の策定と実施、また研修の充実、これらの責任者としてこの CCO チーフコンプライアンスオフィサーを設置すべきである、こういう提言でございます。この CCO は合わせてというのは人権方針の策定の実施、それから研修の充実という責任者と、ということに合わせまして、今後新設されます内部監査室、また内部通報制度、これらを統括する、こういうものとして CCO を設置すべきであると考えております。そしてこの CCO は経営から独立して、自分の担当する職務に関して取締役会に意見を述べることができる権限を付与するべきでございますし、またこの CCO には外部に人材を求めて、外部から人権に関する専門家を採用すべきであると我々は考えています。で最後に、再発防止策の補填で、はメディアとのエンゲージメント対話の開始ということがございます。これは65ページに記載がございます。ジャニーズ事務所は、速やかにジャニーズ事務所とはこのメディアとの関係をこの人権デリジェンスを通じて相互監視する、相互監視によって人権侵害を防止するという関係に再構築していくために速やかにメディアとのエンゲージメント対話を開始すべきであると提言しています。ビジネスと人権の指導原則におきましては、企業は人権の悪影響を特定して予防して軽減して、またその対処方法を説明するために人権ディジデンスを実施するべきとされているところでございます。今回のジャニー氏による長くにわたる性加害は、文言春秋との訴訟などを通じまして、当然にメディアも認識しうる内容でございました。そういう意味ではメディアによるこの人権ディリジェンスの対象となるべき事案でもございました。ジャニーズ事務所はメディアその他の取引先等が適切なディリジェンスを今後実施するならば、人権尊重法の見地から問題のある企業であるとして、その取引を断絶され、あるいは企業として存亡の危機に立たされることがあっても、おかしくないような立場にあったわけでございます。でそこで、今後のジャニーズ事務所といたしましては、速やかにこのメディアとのエンゲージメント、対話を開始することによって、その対話の中でメディアに対しまして
二度と同様の性加害の発生を許さないということを宣言し、そのために、人権方針を定め、ガバナンス体制を整備して再出発するという強固な決意をメディアに対して明らかにすることによって、今後はメディアと相互に監視する、相互に牽制することによって、お互いの人権侵害の再発を防止していくと、こういった姿勢に改めているということをメディアに対して台湾の中でまずは説明していくべきであると、このように考えています。最後に、67ページのところに決議をということを述べておりますが、特別チームは、今回、この特別チームの提言をジャニーズ事務所が積極的に受け入れて、再発防止策のすべてを実施、実現することによって、今回の件を契機に再出発を果たしていただきたいという思いでございます。しかしそれがジャニーズ事務所の再出発だけにとどまっていては私たちは足りないと考えています。人権は何よりも優先される必要があり、エンターテインメント業界に性加害やセクシュアルハラスメントが生じやすい構造が存在しているのであれば、単に一企業として再出発するだけではなくて、むしろ今回の件を契機にジャニーズ事務所が率先して積極的にエンターテインメント業界全体を変えていくという姿勢で臨んでいただきたいと考えております。現在海外でもこの業界における性加害セクシュアルハラスメントに関する問題、大きな社会問題となっているわけでございますが、ジャニーズ事務所においては、日本を代表する芸能プロダクションとして、世界でも高いレベルの人権方針を掲げて、自ら先頭に立って、この業界を変えていく役割を果たすということ、このことを期待するものでございます。以上が、私たちのご提言、調査報告書の内容でございます。それでは、質疑応答に移りたいと思います。その前に皆様へのお願いですが、できるだけ多くの皆様からご質問を頂戴したいと思いますので、1回のご質問につき1回1つの質問ということで、ご協力をお願いします。ご質問をされるにあたっては挙手の上、ご所属とお名前をご発言されていますか、ましてから、ご質問をお願いいたします。司会より、指名されましたらスタッフがマイクを、お渡します。マイクでのご発言をお願いいたします。じゃあ一番前、アークタイムズの尾形と申します。一問ということなのでメディアのことをいくつか聞きたいんですけど、メディアのことをお聞きします。今回の報告書で、林さんもおっしゃいましたけれども、メディアの沈黙ということが言われていて、今林さんはメディアが総合監視するような形になっていくべきだというふうにおっしゃいました。メディアの責任が重いことは明らかなんですけれども、今までメディアとジャニーズ事務所の間はむしろ相互隠蔽の関係にあって、それを相互監視というのは簡単ですけれども、そこには大きい乖離があると思うんですが、そのメディアの単純にそれを変えることができるのか、またメディアの責任をどう考えるか、そういう意味で今回ですね、この調査報告書ではメディアに対しては調査してないわけですね。被害者に対しては調査をしたけれども、メディアも大きい、沈黙していた主体として大きい責任を有していたわけですが、調査してないわけですね。なぜ調査しなかったのか、特にメディアはテレビは上場企業ですから、これ相当の責任を有していると思うんですけれども、なぜそこに踏み込まなかったのか、メディアの責任の部分と、これをどうやって総監視に変えていくのか、なぜ調査しなかったのか、その部分をお聞かせください。はい、まず私どもの今回特別チームはジャニー氏の性加害に関する事実の調査
調査をさせまして、それを踏まえて、ジャニーズ事務所としてこの再発防止策どのようなものがあるべきか、これを提言するということにございました。したがいまして、ジャニーズ、メディアの責任、ここに関連するメディアの責任そのものをこの調査する、あるいは評価するという立場にはございません。従いまして、メディアそのものに対する調査を行っております。調査といいますか、ヒアリングを行っております。一方で、しかしこのジャニーズ事務所のこのジャニー氏というこの性加害が非常に長期間にわたって行われてきたのはなぜなのか、この背景については数々の資料にあたり、またヒアリングを通じて明らかにしてまいりました。その中の一つに、やはりこのジャニーズ事務所はこのトップであるジャニー氏の性加害を基本的には隠蔽していた、そのためにこのジャニーズ氏の性加害がこの長期間にわたって継続してきたとわけでございます。そこについて、いくたびかやはりいろんなその訴訟が起きたり、暴露本が出たり、あるいはさまざまな糾弾がなされたときに、やはりこれはそこで企業としては徹底的に性加害の有無を徹底的に調査して、そこで、姿勢を改めていくべき機会がいっぱいあったんですけど、結局それはせずに隠蔽を続けたわけです。なぜその隠蔽を続けられたかという点の背景といたしましては、やはりその例えば文藝春秋との訴訟でも最終的には、性加害の事実が認められたわけでございますが、そこについても特に大きなメディアからの報道はなかった、こういった状況がありましたものですから、このように、私たちはこうメディアのマスメディアの沈黙ということで、ここに書かれてございますが、こういったことがジャニーズ事務所がそれまでの態度を改めて、隠蔽を改めて、このジャニー氏による性加害を積極的に変えていくと、防止して積極に変えていく、こういったところに、自浄作用を働かせて行くべきところを行かなかった、それを容易にしたのはやはりその時にマスメディアから強い報道批判等が出ていれば、おそらくジャニーズ事務所もその時に対応を変えたかもしれない。しかしそういうことがなかったので、そういう状況で批判されるようなことが非常に少ない状況があったもんだから、これをこういった隠蔽を続け、それによってジャニー氏は性加害を継続してきた、こういう関係にあるということにおいて、マスメディアの責任という形ではございませんが、ジャニー氏の性加害が長期にわたった、そしてそれを、改めることをジャニーズ事務所がしなかった、その背景にはこのマスメディアの沈黙という状況が関係しているというふうに私たちは認識している。その上で、今後そのような、お互いに、質問をされた方はお互いに責任があったのを、今後お互いに今度共同で相互に監視するというようなことが容易にできるのかというご質問ですが、それは容易ではないと私も思います。なぜならば、このビジネスと人権という考え方、これは昔はその自分の企業における人権侵害、これを防ぐ責任があるけれども、取引先とのにおける人権侵害は別に自分の会社としてはそれを防止する責任はないという考え方が基本でございましたが、今はそうではなくて、自分の企業、会社の人権侵害のみならず、取引先の人権侵害も防止する責任があるんだ。これが新しい考え方のビジネスの人権の考え方であります。ですから、ここでも従来の考え方からかなり
踏み込んで、このこれからは会社の対応も人権尊重という点でそういう方向に行かなくてはいけない。それは相互に、取引先同士が相互にお互いの人権侵害を防止していくという責任があるんだ。それはだからエンゲージメントという対話をすることによってお互いにそういう関係になっていくべきだ。これは新しい考え方でございますので、それは急にそれができるかっていうのは、それはなかなか大変だと思います。しかし今こそそれをやっていくべきだということで提言させていただいた次第です。あのメディアについては今人権デューディリジェンスという形で取引先の人権状況をしっかり調査し対話の中で明らかにすべきだということですね。ですから例えば、ジャニーズ事務所とメディアというのがやはりタレントを出演させるとかそういう関係にある取引関係にあるとするならば、今後今ビジネス人権の方向性はメディアに対しても課せられているわけですから、そうするとメディアは、人権デューディリジェンスを実施しなくてはいけないわけです。だからそれはそういう形で、実施をしていくということは今回の我々の提言に関わらず今求められているんじゃないでしょうか。はい、続きまして一番前の2列目、すみません、座ってカメラ。フジテレビ江波と申します。本日調査報告書をジャニーズ事務所に提出されたということですが、その提出された時の状況をですね、これは藤島ジュリー景子社長に手渡しという形だったのか、そして提出にあたってはその内容を本記者会見のように口頭でも提言されたのか、それに対して事務所側はどのような反応だったのか、お聞きしたいです。調査報告書の紙としての調査報告書は報告するような手続きは取っておりません。データを送らせていただきました。従いましてその時の反応とかそういうものはございません。その報告書を受けてどのような今後ジャニーズ事務所が会見を開くと思うんですが、改めてどのような内容を期待していらっしゃいますか。その期待がこの結論のところで書いてあるとおりでございます。この提言のすべてをまずは実施していただき、それも自分たちの会社の再出発のためだけでなく業界全体として変わっていけるように姿勢で臨んでもらいたい、これを期待しています。はい、続きまして、じゃあ3列目の朝日新聞の報告といいます。被害者の方からお話を伺っていたということで事実認定されていますが、どのような、被害者の方の証言を伺ってということが分かるんですが、どのようなプロセスでこれを事実として認定をされたのか、そして被害者の中には現役の方も含まれるという、今所属している事務所の現役の方が含まれるという理解でよろしいでしょうか。あとの方の質問ですけれども、現役の方がヒアリングを行いましたけれども、それは、被害者の方ではありません。で、残りの方は、いろいろな、形で私どもからお願いをしたり、あるいは専用窓口に申し込まれた方、あるいは他の経由で、ヒアリングに至ったのでございます。で、お話を伺ってですね、かなり非常にセンシティブな問題ではあるんですけれども、ただ事実関係についてその時の状況等もある程度詳しくお聞きしまして、それが当然その虚偽ではない真実性があるといったような判断をいたしました。いわゆる物証というものがない、事案ですので、その方々の多くの方々の証言というものを聞きしながら、この方の証言もやはり、真実と思われるということで判断をさせます。はい、続きまして志望志望の、
ニーズピックスの方で報告書の中、浦和さんの日給があるんですけれど、裁判にも出ていて、あまりこんな感じで担当だけだったという認識書いてあるんですが、ここのちょっと待ってください、マイク違うマイクを持ちますので、申し訳ございません。よろしいですか。ユースティックスの原田と言います。報告書の中で白羽代表取締役について何かと言及があったと思うんですけれども、広報担当ということで、過去の文書の裁判に出ていて、その説明責任か責任をどういうふうに考えていらっしゃるのか、代表取締役として辞任するしたするべきというお考えはないのかというところを、白波瀬氏について、その過去に広報宣伝を広報担当していたところの責任をどう考えるかということにつきまして、別にその過去にその白波瀬が確かに宣伝を担当していました、広報担当しておりました。しかしそのことが今回のジャニー氏の性加害あるいはその継続ということに直接にこの白波瀬に氏に責任が合うような事実には認められておりません。したがいまして、特にこの白波瀬について責任を、白波瀬氏は取締役ではあったものですから、ここに白波瀬氏の認識でありますとか、その時の対応等を記載はしておりますけれども、ある程度白波瀬氏の認識責任という形では認定をしていないということであります。東京市民大学館のスキャスターの望月と申します。27ページでは、ジャニー氏北川さん自身の被害ということに若干触れられていますが、これもうちょっと詳細に分かるところがあるかということと、それから人権デジデジネスというのは、国連産業界の委員の方が厳しく指摘していたものでした。で特に国連産業界の委員の方たちは、国が主体となって、今回のこの疑惑も含めて調査し、被害者救済にも関わるべきだと踏み込んでおりますが、ご存知の通り、今、岸田政権の下では、一切、小倉政策担当の方たちが、被害者や加害者は、また芸能界やメディア関係者へのヒアリングというのは行っていない状況です。この国の対応ということについて、どう考えるかというところと、それから今、白波瀬さんはもう責任まで言及しないということですけれども、かなり重要な、広報の、部長から始まり、この事務所の、骨組みを支えてきた方だと言われています。この方に責任に言及されないのがいまいちわからないのと、他の取締役の、2019年から継続的にやっている方がいますけれども、その方たちの、辞任というのは必要ないというお考えなのか、それから先ほど尾形さん、ラフタイムズの尾形さんが聞きましたメディアの対応ですね、今もって、今日これだけの方たちがいらっしゃいますが、昼間 の, 民放を含めたテレビ番組でこの問題をきちんと、長期間の形で取り上げているメディアがない、いまだに、CM スポンサーへの配慮、忖度、もしくは一部テレビのトップによる、アメリカのジャニーズ問題やらないようにという指示が、一部の民放テレビには出ていると聞きます。そのような状況は今まだ起きていることについてどう思うか、そしてどなたかは言いませんけれど、告発して今回ヒアリングの対象となっている方の一人は、歌手活動されていますけれども、この告発したさなか、大手音楽業界の事務所に採用の打診があって、採用というか、ぜひ取りたいという話があって、最後の方まで行くんですけど、最終的にやはりジャニーズ事務所の立場を辞めたということなので、やはりその大手芸能事務所は音楽業界なんですが、音楽事務所には入れないということになったということで、テレビだけでなんですが、音楽業界の中でもいまだに、この
ジャニーズ事務所に対する忖度と萎縮というのはまだあると、この状況についての